はい、では下半身の、準備運動ストレッチをしたいと思います、まず、椅子の前の方に座っていただいて、そのまま両手で、はい、右膝を抱えてください。で、抱えたらゆっくりと後ろに向かって、そのまま右膝をご自分の方にゆっくり引き寄せてあげてください。で、この時に反対の左足は伸ばしてても曲げてても、はい、ゆっくりしておいてください。はい、でまず呼吸です。はい、息を普通に吐いて吸ってという状態で、はい、右側の太ももの後ろ側、お尻、腰のあたりを意識してください。はい、では結構です。では反対です。はい、両手で、はい、左の膝を抱えて、抱えてから後ろに向かってください。はい、そして左膝を自分の方に引き寄せてください。はい、そしてまず呼吸です。息を普通に吐いて吸ってという状態。はい、そして、左足の太ももの後ろ側、お尻のあたりを意識してください。はい、結構です。では下ろしましょう。はい、では今度は椅子の真ん中に座って、右足を左足の上に置いて足を組みます。はい、そして軽く胸を張って背筋を伸ばしてください。そしてゆっくりとまず右を見てください。そして右手を後ろに回して、左手は右膝のあたりに置きましょう。はい、ほどほどにひねってあげてください。で、呼吸だけ止めないように注意をしてください。はい、結構です。ではまず正面を向いて足を下ろして、今度は左足を右足の上に置きます。はい、同じように軽く胸を張って、それから左をゆっくり見て、そして左手を後ろに回して、右手は左足の膝の辺りに置きましょう。はい、こちらもほどほどにひねってあげてください。呼吸だけ止めないように注意をしてください。はい、結構です。ではゆっくりと正面を向いて足を下ろしましょう。はい、ではこのまま椅子の前の方に座ってもらって、はい、で左手を椅子の左上に置いてください。そして軽く左の方に体を傾けながら、はい、ゆっくりと右へずれていきます。そして右足が完全に出たら、はい、右足を後ろに引いていきます。はい、そして、引いた右足はつま先立ちで、はい、直角になる90度ぐらいで、はい、そして反対の左足も、はい、前に出して直角ぐらいに曲げておいてください。はい、軽く胸を張って、はい、右手はじゃあ、はい、左足の太ももの上に置きましょう。はい、体も、はい、左に傾けてもらって、で目線もまずまっすぐです。そしてゆっくりとこの目線を上の方に向けて、少し体を反ってあげてください。はい、まず呼吸を止めないようにして、右側の太ももの付け根、太ももの前を、ね、意識してください。はい、結構です。では右足を戻して、今度は、はい、左足です。同じように右手は椅子の上の方に置いて、そして左足が前に出たら、はい、軽く右の方に体を倒して、左足を後ろに引きましょう。そして右足を前に出して、はい、左手は右足の太ももの上に引いて、そして、体も右に傾けて、で後ろに引いた足はつま先立ちになって直角に曲げておいてください。はい、反対の右足もそうです。はい、目線をまずまっすぐです。そしてゆっくりと上を見ていただいて、はい、まず呼吸を止めないように、そして左側の太ももの付け根、太ももの前を伸ばしてあげてください。はい、結構です。ではゆっくりと左足を前に出して、はい、真ん中に戻りましょう。はい、今度は椅子の前の方に座って、右足を前に出します。出した右足はつま先をピンと立てて、はい、自分の
方に向けてください。両手は曲げている、左膝の上に置いて、はい、正面をまず見ていただいて、そして背中が丸まらないように、はい、伸ばしてゆっくりと体を前に少し倒してあげてください。はい、まず呼吸です。息を止めないように普通に吐いて吸ってという状態で、はい、右足の太ももの後ろ側、はい、そしてふくらはぎ意識をしてください。はい、結構です。では右足を戻して、今度は左足を伸ばしてください。はい、同じようにつま先を、左足のつま先をピンと立てて、両手を曲げている、右膝の上に置きましょう。はい、そして、正面を見ていって背中を、はい、まっすぐにして、少しずつ体を前に倒してあげてください。はい、この時には背中が丸まらないようしっかりと背筋を伸ばして前を見てあげてください。はい、まず呼吸を止めないように注意をして、はい、左足の太ももの後ろ側を意識してください。はい、結構です。はい、以上、下半身の運動をする前にはですね、この準備体操ストレッチを行ってください。